はい、では 1P 側はインコ選手、2P 側は錦選手、行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあさあ、これは昔からウルファストは聞いてますが、どうでしょうかね。今回どうなんだろうな。まあでもブランカ側の、はいはいはい、そのままバーチカルであったりとかで結構ファルコーンでね触るのが大変なんで、そうですね、寝かした後も結構ルーファス側は攻めあぐねる組み合わせだとは思いますね。そうですね、置き攻めがやはり一番のいいところだと思うんですけど、ルーファスのそれがうまく機能しないの で、ね、体力リードできてないと非常に大変な。今回ディレイでセットプレーはしづらいですね。そのバーチカルガードしながらっていう、そうですね、ちょっと難しいですよね。わーおっと、今のは出てれば、出てればまあウルコンミスなんですけど ね、 ね、いやかなり狙ってましたね。狙ってましたね、はい、ちょっと癖読みも入ってきたか。さあ背びおきうまいですね。これで部活には近づかれないようにしつつ今日ついて体力リードを奪っていく、うん、ルーファスゲージがないとセービングに対して飛び込んだ時にね安定行動が全くなくなってしまうので、ね、ゲージがあるかないかないうちはセービングを使っていくと。はい、そうですね。さあここは EX 打っていって裏回りからコパコパ電気出したキックうまい。さあいい技を使ってきた。そうですね、あれは大技なんですけどね、大攻撃なんですけど長谷がサンフレット、はいはいはい、非常に優秀な技ではありますね。おっと大銀を狙っていく。さあこの体力でも全く諦めないのがインコさんのルーパスだが、うわーマジ打ったぞ完全に。そしてしっかりフルコン入れたが、ゲージがねどうだ、ゲージが切っているしゃがみ、どうかしゃがみ中盤出すか出さないかっていったところだったでしょうが、ちょっと勝つまでのね武器が足んなかったっすね、はい、っゲージがあれば、はい、足りるんでしょうけど。インコさんも本当持ってますね、いろんな武器を。でも調子自体は良さそうですね、はい、2回とも反応して技は出してますからね。音を裏に当たる。さあ対する錦木ブランカはかなりルーバス戦できてるイメージですね。そうですね、さばくのやっぱうまいですよね。立ち台キックのブランカがいい前的な、うん、といい技を振ってますよね、うん、さあここは耐久 EX 級選手だが使ったバーチカル、うん、テビに当てて、さあここはシャウトバース選択してきた。表お持ちからの裏回り、直接裏、さあ攻め手を忘れず。なるほどね、このローリングは基本的に立ちガードするとしゃがみ台パンチの角がもらっちゃうんですけど、ね、やっぱこの体力差だと削ってる体力の方がいいので選んでますよね。ルーファスは連キャンできる小技がないので落としづらいですよね、確かね、ローリング。そうですね。さあここもセリを置いてきた。さあめくってコパレンからの攻め立てるか、ここは内返し。さあどうだ、使ってくる。これはなえるEX ならまだいいんですけどね。まだいいですよね。ノーここでセリを当てて前ステシャウトバース、うまいぞ。セリに当てのさあここは前ジャンプしているが赤手に漏れたか、どうだ、しゃがみ強のキック届かず、だがしゃがみ強ファンでそこは反撃入れる。すかし投げ、ここが先ほどから決まっている。すかしローリングの対策難しそうですね。うわっ何ローリングなんだろうな。大ローリングだと思いますが、大対策的に、うん、と今度は弱ローリング、あーっとバックジャンプ追ってきた前ステバーチカル。さあ